こんにちは、平山茂です。今日はですね、9月30日木曜日、現在時刻は11時13分でございます。皆様、本日も一日お疲れ様でした。今日は9月30日、もう今日は最終ですか、9月の。いやー、早かったなー。早かったですね。今日はですね、あれです。先日、ライブ配信をね、させていただきました。まあ、ライブ配信がなぜできたかはちょっと未だにわからないんですが、その時にですね、ちょっと結果発表をしました。この宝くじですね。宝くじとこのロト6。一応自分の方では、確認した結果、トータル51,400円当たってたということで、ちょっと今から購入した宝くじ売り場に行って、ちょっと実際本当に当たってるのかどうかをね、確認したいと思います。あ、すいません。はい。ちょっと確認お願いします。はい、お調べいたします。ロト6が1番です。ロト6、1番。1000円になっております。1000円のゲット。今日のお支払いで。はい。あ、すごい素晴らしい。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったですね。よかった、当たってた、ちゃんと。残り服で買ったんですよ、ちゃんと。え、最後の、発売日最後の日に。あ、そうなんですか。残り服で。ありがとうございます。はい、残り服でありがとうございます。両方で51,400円の支払いです。ああ、嬉しい。ありがとうございます。よかったです。1,2,3,4,5万と1,400円。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。良かったです。いや、それが6万でしたら銀行に行かないといけないんですけど、6万以上が5万円以下なんですよ。ああ、なるほど、なるほど。でも重複当選って言って5万円と待ち等々、はいはい、の時は お支払いできるんですけれども、はいはいはい、なるほど、なるほど。はい、ちょっと遠いんですよ、みずほ。ちょっと面倒ですよね。面倒です。みずほ銀行。みずほ銀行です。なるほど。はい、またハロウィンお待ちしておりますので、はい、これいらなかったら1年間9時の日、来年の9月までお待ちください。あ、なるほど、なるほど。また今回はこれがもらえるんですよ。下4桁でお楽しみ抽選みたいなのがあるんですね。はい、あ、じゃあそうなんでございます。保管しといた方がいいということ。はい、わかりました。ハロウィンジャンボもこれがおすすめなんです。例えば福連100とか買われると確定が6,000円、福バラも6,000円は確定になるんです。はい、100枚買うと6,000以上は必ず当たりますよ。そうなんです。そうなんです。そんな買い方がある。そうなんです。なるほど。これももらっていい？はい、これどうぞ。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、またお願いします。はい、了解です。ビビッと来た日がいいと思います。最終日がいいかもしれないですね。確かにね。でも多分運気が今来てるので、うん、来るときは立て続けて来るみたいなので。立て続けて来ちゃう。はい、あれ、今日買った方がいい。ロト6も今日ね、一応ありますからね。はい、また考えて、またちょっと引き出してください。はい、検討します。はい、今日の中の方なんですか？いや、全然違う。休憩中にいつもここで。そうなんですか。休ませてもらってる感じです。 ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、またやってください。はい、どうもありがとうございます。さあ、換金してまいりました。ちょっとね、レシートをご覧いただきましょうかね。まずは、ロト6、先日の1624回ですね。1624回のこちらは、1000円、5等1000円が当たりましたよと。ピントは合ってますでしょうかね。こちら、5,400円、3等ですね。3等の5万円が当たりましたよという感じでございます。いやー、やっぱ5万円とは言えんですけども、僕
は初めてですね。人生で5万円の宝くじが当たったのは初めてです。ロト6に含めて全ての宝くじ、人生において5万円というのは最高額ですね。本当にいやー、生きてるといいことありますね。 1,2,3,4,5万1,400円ゲット5万円超えてるんですけど、窓口で換金できました。とはいえ、宝くじ売り場から出てきたお金ですよね、これって。なので宝くじが当たれ当たれっていう、すごいいろんな方のね、願いが詰まったお札だと思うんですね。これただのお金じゃない。この100円玉にしてもスクラッチとかでなんとか当たれっていう願いが保っている、この現金っていうのをなんかどう使ったらいいんだろう。もちろん先日ライブ配信中にもね、お配りする、配らないんですかっていう話あったんですけど、まあ今回は上限はまあ1,000円だったら配れますよということだったんですけど、まあコメントでいただきますというようなね、コメントくれた方もいらっしゃったんで、私に行きます。はい、京都大阪は確定ですね。京都大阪にお住まいの、方にちょっと直接手渡していきますので、この大事な、あとちょっとね、ご飯、これでご飯食べに行くっていう約束もね、ちょっとまあライブ配信の中でさせてもらったんで、まあ大事に本当に使わせていただきます。まあこれをね、全部また今度あるこちらのハロウィンジャンボにね、ハロウィンジャンボが今発売中なんですけど、こちらにも使わせていただきます。ただこれはね、今日買おうかなって思ったんですが、ちょっとひるみました。ちょっとなんか当たる気が しなかったので、まだ今日じゃないなっていうところで、ちょっとまた、あ、今日だ、宝くじ今日だって思ったらちょっと買いに行こうかなと思います。はい、ということで今回初めての高額当選ゲットということでね、ありがとうございました。いや本当にいいことありますね、生きてるとね。ちょっとたまたま究極にお金に困ってたわけではなかったので、冷静にいられますけども、ちょっと本当に結構貧困になってる時っていうのは多々あるので、私はそんな時だったら本当に飛び跳ねて喜んでたでしょうね。ね、さあということで、まあ生きてたらいいことありますよということで、まあ大丈夫です、本当に大丈夫だなと改めて自分自身、実感いたしました、体感いたしました。とにかく大丈夫大丈夫って言ってたらいいことが起きるんですということで、また明日お会いしましょう。平山茂でございました。大丈夫ですからね、大丈夫ですから、大丈夫ですからね、あなたは大丈夫。ではおやすみなさい。また明日。